川奥信号場は、高知県旗郡黒潮町川奥にある、土佐黒潮鉄道中村線及び四国旅客鉄道淀線の信号場である。電報略号は奥、淀線と中村線の施設上の分解点でもある。なお、営業場の境界は、和解駅で、和解駅等信号場間は、重複区間であるが、同区間の敷地、線路の所有者は、 信号場構内を含め土佐黒潮鉄道である。和解駅より加藤駅方向に約 3.6km に位置する2線の信号場。加藤駅方より淀線が中村線に合流する。中村線のループ線途中から淀線が分岐するようになっており、信号場自体も曲線上に設置されている。当信号場は単線分岐交換型信号場である。 中村線、淀線いずれの列車とも交換、対比が可能である。中村線側は一線スルー構造となっており、南風、四万と、足ずりなどの特急列車は速度を落とさずに通過する、ことが可能である。若い方の分岐側通過には、時速 40km の速度制限。二伊家内側方のシーサスクロッシング分岐側通過には、時速 35km の速度制限がある。 山間部であるが、付近に、高岡郡四万都町と四万都市方面との、実質的な近道である、高知県道329号秋丸佐賀線がある。この県道の踏切が、本信号場の和解側にある。直接移動できる道はなく、家市川駅,駅前を通っている県道、または、海内駅付近から入る県道を利用し、信号場内にある踏切まで行くことができる。また、 信号場付近は、天体観測、川釣りのスポットである。予道線は、四万十川水系からこの信号場で一度、伊予川水系に、入り、再び、四万十川水系に戻ることになる。ありがとうございます。